手繰り寄せられるサメ。釣り竿を握っているのは黄色いシャツの少年です。アメリカ・フロリダ州で釣りをしていたキャンベル君12歳。思いがけない獲物に手伝っていた釣りのプロも思わず、20年やってるけどこんなの初めてだ。格闘すること45分。釣り上げたサメはメスで、体長3メートル以上、重さはおよそ200キロもあったといいます。12歳の快挙にキャンベル君は、引っ張られた時海に引きずり込まれるって怖くなったよ。その凄さについて専門家に聞くと、いわゆる人食いザメと言われるホホジロザメですね、200キロ以上もあるサイズだっていうふうに聞いてますので、大人でもやっぱり難しい、電動じゃなく手巻きで必死になってこう巻いてる映像なんで、これはもうすごいことだと思いますね。ボート会社によると、この地域でホホジロザメを釣り上げたのは20年間で3例目だということです。